してくれるんですか。いや、めんどくさいや、もう溶かすのなかなか溶けんかったりして。ねえ、そして寝る前に美顔パック。何やってんの、美顔パック。へえ、マジですか。ええ、まあ、嫁の影響もあるんですけどね。いやいやいや、もう美顔パックのプレッシャー半端ないですね。パック側の。これはパック側の喧嘩が出てるんですか。いや出てますやん。ちょっと前まであのケイシー高峰みたいな話しましたね。でも確かに俺綺麗やろ。肌のきめ細かなりましたね。だったのよ、ほんまに。で、俺メイクさん、局のメイクさんとかに肌綺麗ですねってよう言われるのあったのよ、これやってから。ほんまや。今すごいの出てますよ。藤本さんの美顔パックの VTR あります。いらんわ。ちょっと見てよ。美顔パックやってるところ。男性もね、そういうの気にした方がいいですよ。寝る前にやってるんですね。寝る前に。じゃあ見てみましょう。はい、出産後の奥様が撮影した美顔パックの映像をどうぞ。ちょっとこれいらないもん。高えから。いや高えからってさ、高えもん。キャビアだもん。キャビアの成分入ってんねこれ。えくれるのありがたいけど、キャビアでもなんでいつもあのニャーが使った後なの。ニャー言うてさっきやって、もったいないから乾いちゃう。で最後体に塗っとくりな。どう？メロンがちっちゃい。以上、藤本さんの貴重な美顔パックの映像でした。いやもう何なんすかあれ。やっぱり顔が企画外の大きさだよな。いやそうですよ。足りへんのよ。顔の大きさ足りてませんよ。足りてへんのよね、いつも。あれを奥さんが使った使い古しよ、いつも。そうそうそう、女性から見て、ね、肌汚い男より肌綺麗な男の方がええやろ。でも、ね、いやでもやっぱそのパックすることに抵抗がありますやん。そう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 、何してんねん俺って思ってますやんか。やってほしいよね。やってしい。付き合って男がさ、夜パックやってたらなしなんって言えへん。言わない、一緒にやる。ずるいって。そう、全然ずるいって言いながら。横でその化粧水とかバーっとかやってても全然いいの。あ、全然。どこの使ってんのってなる。全然平気。